こんにちは。12月26日、今年ももうあと残すところ5日ぐらいになってきました。今日は、ちょっと長期的な実験なんですが、こちらの中に約3分の1ですね、土を入れて、残りの3分の1何を入れてるかというとですね、こういった枯れ葉に見えるんですけども、これ私の家の家庭のですね、昆布ですね。昆布とこれ食パンの耳です。こういったものを乾燥させたのを混ぜてみました。この中に炭とかいろいろ入れてですね、微生物がある程度発生をするようにはしようかなと思ってるんですけども、それよりもミミズを入れて、ミミズ、シマミミズとフトミミズっていう2種類のミミズを入れて、シマミミズの方がなんかこういうの分解してくれるらしいんですね。でそれを2ヶ月ぐらいこの様子見て、本当になんか土に帰っていくのかどうかっていうのをちょっと長期的にですね実験したいと思います。中にはですね、乾燥させたアメリカンドッグとかみかんの葉とかいっぱい入ってました。なので楽しみにしてください。2ヶ月後会いましょう。忘れてたら言ってね。